それでは、若松平調教師にお話をお伺いします。どうも長い間お疲れ様でございました。まあ、と言いながらこのインタビュー収録するときにはこれからタービランスが出走するということで、まあ、最後の出走を控えているという形なんですが、今のお気持ちいかがでしょうか。はい、最後のレースです。思い出の馬いっぱいあると思うんですけれども、挙げていただくとすれば何かありますか。そうですね、タービランスの一頭ですね。まあ、本当にこのタービランス今日勝って有終の美というふうになればいうことないかと思うんですけれども、この調教生活を振り返っていただいて、そのご自身の中でこういうことだけはとにかく気をつけてきたとかいうようなこと何かありますでしょうか。まあ、別にないですね。調教師の職も、ね、全うすればそれで、はい。まあ佐々木邦明騎手とか亀井騎手など人材も多く育っていらっしゃるというところもあるので、まあ、佐々木邦明騎手はもう調教師となって今も活躍されていますし、後を継ぐ方もいらっしゃると思うので、そのあたりメッセージなんかあったらお願いしたいと思います。まあ、北海道競馬も売り上げ順調で、はい、これから先、はい、ますます、売り上げが伸びると思います。皆さん一生懸命頑張っていただきたいと思います。はい、若松平調教師でございます。まあ、この後タービランスありますけれどもですね、長い間本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。はい。